本家の本家の半間岩先生です。今回ね、紹介する内容はですね、放射線、切断器ね、のを私が最新型、最新のね、住宅なんかのですね、木材を作っ、加工することですね、が今コンピューターで簡単にできますよということでね、今まではね、木材をカットしたりつなぎなんかに使うときですね、中だけクリニックとかね、そんなことはできなかったんです。外が傷つけない限り、木材の中だけカットするとかね、2つの2本あ1本の材木をの方をね、半分にねじ込みをつけた切り方とかですね。だから1本2本使わないで1本でそのままね、放射線、カッターですもんですから、XY 座標の一点に対して焼き付けることができるんですね。その連続の繰り返しで、例えば木材をネジを入れてね、カッティングするとかね、外側傷つけないでカッティングができるわけですね。で、ねじ込みとかね、またね、あらゆるね、カットが、正確にできるということですね。X 線ですので、中だけをカットすることができるんですよね。外側全く傷つけないで中をカットすることができる。X 線でもってですね、焼き付けちゃうんですね、一点で。それで木材を切ると、切断すると。機械的にはね、円盤が回っていましてね、でそれは少し左右少しね、こう回ってるものに対してこの間に木材を置くわけですね。円盤が回ってるわけです。それでこれが少し左右に動くわけですね。そうしまして焼き付けるとこを一点に集中させまして、周りを焼かないようにあらゆる角度からね放射するんですね。で一点に放射したところだけたくさん焼き切ることができるわけですね。ね、放射線なんでね、中のですね、その仕掛けで切断するわけですね。だからこの辺なんかテレビでありますけれどもね、違う、ね、X 線カッターはしてませんけども、現在のね、施工前にこういうのはいろいろと原材料を切断したり加工を施したね、いろいろ加工するわけですね。これ他社のですけどね、コンピューターで、ね、で、まあ設計情報をそのコンピューターこのようにね、こう取り込んでこういうふうにつなぎ目のですね加工なんかするんですけれども、私のその発明したね、X 線切断機というのは中の丸くでもね、カッティングできるんですね。だから、外が傷つけないでカッティングできるんです。あらゆる木材ね。だから、この部分つなぎで刺してたところをね、ねじ掛けにすることもできますし、ね、体重性もね、アップした、ね、つなぎができるわけです。最善のね方法で切断ができてつなぎ加工ができるもんですからね、X 線加工切断加工機ですね。X
線でもって一点に集中させて焼き切っていくんですよね。ですからどんな切断もできるんですね。で一点だけに切断できるんで真ん中だけ切断っていうのができるんですね。この木材の真ん中にね、外が何も傷つけないんで真ん中だけくり抜くとかね。ね、まあくり抜いたらそれ出さないといけないんで、燃えかすをね、ちっちゃな穴はいりますけども、空洞にすることもできるし、中だけね、あらゆる切断加工ができるということですね。私が発明した X 線、加工機ですね。サンデープリンターみたいにね、中をね、カッティングしていくんですね。木材をですね、加工してくれるという。だからつなぎでもうあらゆるできなかったことがね、ね、がっちりしたつなぎができるわけです。木材のですね。でこれは他社のです。加工のあれだけども、もう本当ですね。釘なしで、釘もなしで、丈夫な建築物も建てられると。一本も釘なしでね。で伝統的なものをさらにね、向上して家の建築の強化ができるわけですね。放射線、切断機っていうのが、できますのでね。放射線、切断機、ね、焼き機で切断機ね、これをぜひね、知ってください。今までの大工さんが楽になりますね、もう本当に。サンディープリンターと同じような感じでね、切断できるんですよ。だから今までものづくりとかやるのにはもう大変だったんですけども、削っていかないといけなかったわけですけどね。それが放射線カッターでも